ルーキー荻野隆とかいう史上最速の男。ルーキー荻野ほんと好き。ただのショートゴロで出塁して2投3投して犠牲フライでホームに帰るのほんと好き。投げてるのダルでくさ。ダルがプロに入って一番ビビった選手は荻野って言ってたな。たった46試合で25盗塁とか正気の沙汰じゃない。1番西岡ヒットで無視1塁、2番荻野が送りバントで無視1塁2塁。ディグステリンサブローをマスで返す。その後に里だっと今へ。ルーキーの時も足ばっかり注目されてたけどめっちゃ打ってたやろ。ただのライト前ヒットで二塁だとかあったよな。衰えたことによって無理ができなくなった結果怪我しにくくなったのくさ。今まで滑ってきた分晩年長そう。年取って衰えた結果関節に負担がかからない出力になり丈夫になったとかいうわけわからん選手。36で初めて全試合出場するとか思いもしなかったわ。今のムキムキおじさん好き。脇に出てそう。春の妖精だったのにパーフェクトフェアリーになってしまった。荻野がもう37歳とか時の流れの速さにビビるわ。ダルビッシュからショート前内野安打と2投3投決めたのまだ覚えてるぐらいやのに。今でもルーキーの時の動画見るわ。ファンサも神でロッテの鏡や。怪我なければガチでロッテからスター選手出せてた。ルーキー荻野は衝撃だったな。こんなん反則じゃんって思ったもん。ご視聴ありがとうございます。よかったらいいねとチャンネル登録お願いします。